皆さんこんこにちは日本共産党衆議院議院員の田村貴です、えー、私は九州選出でありますし衆議院の環境委員会に所属しております。去年の通常国会でも水俣病の政治解決完全救済を求めて質問に立ったところであります。去年のですね5月1日忘れることができません加害企業、原因企業である窒ッソの社長がですね水俣病の救済は終わったという発言したんですね。 でここにいる、えー、二比議員と先ほどまで、えー、一緒だった市田議員共産党の水俣病対策委員会なんですけどもすぐに環境大臣に申し入れし私もすぐに質問に立ちそして撤回と謝罪をですね、えー、主張しましたあの直ちに、まあ、企業の方から謝罪のホームページが掲載されたわけなんですけどもやはり原因企業のですね、えー、保証逃れは許さないと言ったところは大きな柱として これからもやっていいきたいとそれから市田議員からお話がありましたようにその神経学会をです、ね、利用してしかも神経学会の総意でないものの、えー、見解をもとにして裁判を有利に運ぼうとするこの国の姿勢についてもこれはやっぱり厳しく正していかなければいけないというふうに考えております辛い体をして裁判を戦っておられる患者原告の皆さんそして 支えておられる全国の皆さん本当に頭が下がる思いでございます皆さんの思いが実現するように1日も早く与うべき救済のために私たちも全力を尽くしていきたいというふうに思っております共に頑張ってまいりましょうよろしくお願いいたします